こんにちは、こんばんは、おはようございます。スワムリチコンボです。さてと、みんな頑張っていこう。今回の実況図、稲妻イレブン Go Galaxy スーパーノーバー、いざ行こうよ。イエイエイ、全力で OK。 よし、着いた、ホーリーロードスタジアム行こう。ホーリーロードスタジアムへ、一戦らしい、レッツゴー、ヘイ。サッカーバトルは無視で行くぜ、ヤッホー、ヤッホー。押し、オッケー、こんなとこなかったけど気にしないよね。とっととレベル上げめんどくせえ、とっととやっていこうよね。ちょっと忙しいけれど、たったかたったか進めてこう。イェイ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 、オッケー、オッケー、みんなでオッケー、レッツゴー。うわー。いよいよこの日がやってまいりました。 FFIV2 アジア地区予選、観客席は超満員です。稲妻ちゃんファンは全国の帝国戦で大敗していますが、したが松井さん、この試合どう予想されますか？ファイヤードラゴンには韓国の風と呼ばれるストライカーリ・チュンユンがいますからね。序盤から得点を狙った攻めのシャッカーをしてくるでしょう。苦戦を強いられるかもしれません。ですが、稲妻ジャパンはまだ実力を獲得しているとも考えられます。彼らのプレーに注目しようじゃありませんか。さあ、この予選を勝ち上がり、アジア代表の栄誉を勝ち取るのはどのチームなのでしょうか。ヨーヨー、やっていこうぜ、ヨー。選手のタグは強いけど、よくわかんないか強い、やけい。あれが稲妻ジャパンか。どうやら素人ばかりの即席チームらしいな。ふふ、それじゃ勝ちは決まったも同然だね。気を抜くな。この試合は速攻で行く。我々は負けるわけにはいかないんだからな。あれが韓国の風、リ・チュンユン。負けるものか。監督、この試合の指示は？指示はない。は？え、でも。以上だ。お前たちの力見せてもらう。ヨーヨー、なんでダメなんだよ。試合のちゃんと指示してくれなきゃ監督の意味ないよ。それでは準備が整ったら声をかけてくれたまえ。わかったよ。ヨーヨー、人に話しかけんのめんどくせえよ。だから知らなずにやっと適当にやっていくよ。とりあえず話しかけはやっぱりしよう。ファイヤードラゴンは歴史の深い強豪チーム。故にあんたたちがどんな試合戦いをするのか楽しみね。言ったはずだ。この試合指示はない。ちゃんとやれよ。葵はどうなんだよ。すごい歓声は、さすが世界大会。そうだよ。世界大会最高だよ。うおー、はい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 。イメトレ中だ。はめかけるな。はい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 。なんだよ。さて、腕が、いえ、足が鳴るわね。腕使ったらボクシングとかだよ。ふん、シーロードばかりの即死チームが、俺たちに叶うと思ってんのか？叶うよ。お前じゃねえよ。ふふ、今日はお互いフェアに行こうじゃないか。おいよいよ、時間ないけどちょっとセーブさせてもらうぜ。暇じゃないけど忙しいけどちょっと待ってくださいよ。お前はちょっと待ってくださいね。いろいろ忙しいんですよ。3人で試合と言うけど、できるかめっちゃ心配です。よし、試合の準備できたか？ OK！ この試合の承認はキーたちライモンの3人抱えてると言ってもいい。ありがとう。くれぐれも頼んだぞ。OK！テンマはミッドフィルダー、シンドをディフェンダー、剣をフォワード、イブキをゴールキーパーの使用にしよう。オッケー。シンドをディフェンダーって、待ってくれよ。ちょっと待ってくれ。やばい、持病がじゃないわ。どうしようかな。誰発射しよう。お前はいらんな。なあ、フォーメーション、ライトニングしかねえか。ライムも欲しかったけど仕方がないよ。ちょっと今、ゆっくり編集の時間、やってるんすよ。ちょっと待ってくださいね。出力の待ってる時間でプラグイン大変なんで、待ってくださいよ。いろいろ忙しくて。じゃあちょっと中断してしまいましたが、すいません。兄ちゃん頑張れ。ゆうた、しゅん、兄ちゃん絶対に勝つからな。ふん、弟の前だから、いい格好をして。
ちょっとやめてよ。試合前に仲間割れしてどうするんだ。俺たちは日本代表選手なんだ。みんなの期待を背負っている。だから恥ずかしくない戦いをして、そして勝たなきゃ。でもですね、僕たち全員サッカーをやりたかったわけじゃないですし。え？みんないろんな状況に出されて雇われてるだけなんですよ。雇われている？条件とは何だ？例えば野崎さんは世界最高の新体操チームへの海外留学。は？哲学くんは実家が漁師なので壊れた漁船の修理代稼ぎ。いぶきくんは海外のバスケチームへの留学費用ですよね。本当なの？瞬きもお金なの？俺は弟たちを大きな家に座らせてやりたい。このチームは何なんだ？私利私欲に満ち溢れてるね。黒岩監督、この際はっきりさせましょう。あなたは何らかの意図で日本チームを敗北に導こうとしているのではないですか。例えば他国のエージェントにお金をもらってわざと弱いチームを作ったとか。世間ではそういう噂すらささやかれています。言わせておけ。今度もお手並みを拝見します、監督。なんだよ、全然ダメじゃないかよ。みんな全力全力で俺ら全力いっていこう、イエーイ。What？ 監督がチチャンス？無理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 。はぁ？待ってくれ。監督がチチャンスなんて聞いてねえぞ、俺。チチャンスってあの人だろうね。あの元ファイアドラゴンの、あの、フィールドメーカー。すげえ。天才ゲームメーカーじゃねえか。ダメじゃないかよ。ちょっと待って、こんな勝ち目あるわけねえだろう。てか、なんだこいつら、バカなのかこいつら。一個の技と、スキル技しか覚えてねえよ。ちょっと待ってくれよ。さあ、稲沢ジャパン対ファイアードラゴン、運命のキックオフです。じゃあ戦術もちゃんと定まっていくよ。時間がなくなったら途中でやめてしまうが、それは勘弁してくれよ。ふっ、なんだそのドリブルは。素人め。わっ、早くもファイアドラゴンが勝った。韓国の完全リ・チュンユンのドリブルだ。早いな。木の葉抜かれちゃったし、怖い。あんなドリブル止められんのかよ。みんな落ち着いて練習でやったことを思い出すんだ。フルパワーじゃねえか。勝てるわけねえだろ、こんなもん。勝てるか。って勝てねえよ。ふっ、このまま行かせてもらう。まずは行ってんだ。来い、俺が止めてやる。素人キーパーに任せておけるか。ここは俺がブロックする。ナイス、新藤さん、ナイスディフェンス。新藤、余計なことをしやがって。あの程度のシュート俺が簡単に止めてやったのに。あのリ・チュンユンという選手、韓国の風と言われるだけあってすごいはずですね。ああ、それに今のパワー、少しでもタイミングがずれていた。俺もゴールごと叩き込まれていた。サッカー初心者か渡り合えるような相手はありません。やはり俺たち3人で戦うしか。アジア地区予選1回戦は、韓国の風、リ・チュンユンの目の覚めるようなプレーで幕を開けました。振動のカットで何とかかわしましたが、韓国は持ち前のスピードとパワーを存分に進めた形になりましたね。さあ、このファイアーゴールのスローインで、試合再開です。ちょっと待ってね、君はこっちだよ、オッケー。わっ、取られちゃったよ。ダメ、ダメ、ダメ、ダメ。うちのチーム全然いいやついないの。待て、どうかって。待て待て、そん、待て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 。そんな技を、よし、ナイスって、敵と味方がわからない。なぜ避けた今。
今こっそり避けたな。って技を使え。ワンダートラップ。ジャッキーゴールド。知るわけねっか。こっちだし。つるげくん、君に任せ。オフサイドかよ。なんでだ。今、最高に乗ってたじゃないか。ダメじゃないか、そんなことしちゃ。空気を読まなきゃ、空気を。待って待って待って、とても取れるような相手じゃないんだけど。ああ。昔は、こういう時は消しゴムを使ってバーってやるんだよ。え、待って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 。リチュニオンだね、また。ダメダメダメ、そんなことしちゃ。行かせるか!だから取れへんって。くっ、なんとかしなきゃ。このままじゃ試合も活躍できないまま終わってしまう。何をするんだ。ユウタとシュンのためにも。いけー。君たちの力を全部見せてやりなさい。取れないのかよ。てか、相手フルパワーなんですよ。無理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 。これが日本同意表とは笑わせる。もらったぞ。よし、来い。今度こそ俺が止めてやる。ナイス、振動。またか、余計なことをするな。おい、聞いてるのか。シュートは俺が止める。くそ、俺を無視しやがって。どういうつもりだ、振動。振動さん、言ったはずだ。敵のシュートは全て俺が止めると。けどやはり俺と天馬だけでゴールまで持ち込むのは厳しいですね。さっきオフサイドもらったからな。だったら俺も一緒に戦わせてほしい。何?まだまだ君たちのように世界に通用するレベルじゃないのは分かってる。だけどちょっとでも君たちに近づきたい。だからね、サッカーを教えてほしいんだ。試合中に頼むことじゃないけどな。またたぎ。分かったよ、やろう。やってみる価値あるか。仕方ない。ありがとう。俺、まだたきのプレイを見ていて気づいたんだけど、まだたきは早く走ろうとしすぎている。陸上だったら俊足を生かしたいんだろうけど、まずはボールを確実に蹴ることを意識した方がいいよ。ボールを確実に蹴るか。なるほど、やってみるよ。おー、さあ、ここまで攻めの姿のファイアドラゴン、熱い展開が続いています。これからが踏ん張りどころですね。ファイアードラゴンのスローインからゲーム再開です。まあ盛り上がってきたところなんですけど、僕の喉が結構限界に近いんですよ。喉もう、試合時間もうやばくて、ちょっともうそろそろギブアップしたいので、まあ今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。